木ヌヶ家領は、鎌倉時代初期から中期にかけての苦行、歌人、大納言、淡田口中領の次男、藤原家領とも、には、正二位内大臣、木ヌ内大臣と合す。新三十六河川の一人、研究三年誕生、父、中領は、政治的能力が欠如していたが、和歌に通じ直線和歌集には六十九種が入る、歌人である。 また、祖母は小倉百人一首に選ばれた著名な、歌人左兄大部、藤原明介の娘である。外祖父の定義は、政治的能力が高く、道綱流では、異例の剣大納言にまで上った人物であり、和歌、政治ともに、家領に繋がったと思われる。正治二年に、右大臣、この駅実の果敢によって玄服。それと同時に、十五一下に除赦。 生児三年に、自重、県人二年十五以上に調され、近期を調される。また、三大の檻には、たびたび不作法な振る舞いを見せ、藤原定下に、非難されている。なお、父、中良は定下に、非器の性と評されており、この家寮の不作法な振る舞いは、父、中良より受け継がれたものだと推測される。県人三年に、生後医下に上り、元九万年に、 左近衛少将を務める。元久二年に越前健介を兼任し、元久三年十四位下に少女。兼営二年には十四位上、左近衛中将に助任。上元三年には、正四位下、海健介に助任。この年外祖父、佐義が皇居。上元五年に十三位に上され、苦行に弟子。 備中ゴンモリを経て、憲法2年に肖像くらい、上級元年12月には、12位、さらに上級4年に、正2位に上された。元級元年12月に三義及び県中納言を、へずに中納言に抜擢される。しかし、翌過6元年5月に、父、中良が皇居。さらに、同年12月に三条実親に、関東で先を越されたのを理由に、 過ロ二2年の行行に供養しなかったという。しかし、この絵長子が、御堀川天皇の中宮のに作立されたのを機に、三代が増え、過ロ三3年には、現代納言となった。また、中納言への任官は、家領にとっても、感慨深いものであったらしく。この間の上級3年に、上級の乱が発生する。乱中の家領の動静は不明だが、本家であるこの絵家の当主、 この絵元道や家実の意向に従ったと推測される。乱後、後鳥羽上皇の謹慎が失脚する中、上皇の側近ではなかった家領は、乱後、急速に昇進を始めた。また、この頃、九上道家の信任を得ており、家庭三年道家庭を訪問した際には交流された。そのためか、幾度も道家から上京を務めることを要請されたがこれを、誇示している。管理三年。 秀人と新郎誕生の際に琵琶を演奏するがこれが、国評され、相当の修練に勤しんだという。家庭3年12月に大納言に昇る。さらに、忍字元年に内大臣となり、重野の正光さにおいて、大臣代表が行われた。しかし、忍字2年に辞任した。父が、政治的に無能であったにもかかわらず、内大臣にまで昇進したのは、 家寮自身の政治的能力が高かったことや、前述の通り母方の血縁が大きいとされる。文明元年9月10日隠れ後、去年73、天使節管見陰には家寮の肖像が残っている。内寮が三荘を営んだ衣笠山地蔵院、早くして県中納言、藤原邸家の門邸となり、和歌に秀出た。絹笠内閲かなんは邸家が、 家寮に宛てた手紙であり、家寮の和歌についての批評が書かれている。職にある時期は歌合わせにでええ。羽ム光年やこの駅兵といった歌人と交流があり、校長を2年に元平と和歌について断じているのが、記録に見える。憲法3年の後鳥羽委に45番歌合わせでは、後鳥羽院の謹慎である、某門忠信とがいるが衆議院によって、久後の判を受けるなど告評された。 これは前術の通り中心が、院の近親であったこと、和歌に、疎遠なこの池の暴流であったことが原因に挙げられる。なお、憲法6年以後、長期間にわたり公的な場でのデーはなかった。それは、上級の乱の影響や、主家のこの池ではなく球場家が、下段にあったことが原因と考えられる。任時2年4月に内大臣を辞退し、8月に、定下が公居した後は主に、 万代衆州など和歌を先週。裁判年には、俗古今和歌集の選者を務めた。歌集に、絹笠ナ笛。また、新直線和歌集以下の直線和歌集に118種が、日衆している。以下、苦行部人の記載の従う。ありがとうございます。